我が毛利家は安泰。じゃがそれができるのであれば、我が毛利家もいずれ滅びるであろう。肝に銘じておくのじゃ。はっ。永禄6年1563年。さようだ。皆で一挙に雨子を攻め落としたいの。の父上。父上、どうかされましたか。